はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。バン、白いガムテープで梱包された段ボール箱、なかなかいい雰囲気ですね。これが当チャンネルのリスナー様ヒデ T さんから支援物資が届きましたんでね、これ開けていこうかなっていう動画になってます。ここにね、ファーストさんのロゴがちょっと見えるあたりね、面白いですよね。ただこれ何かっていうと、ヒデ T さんがファーストじゃなくてフロンティアさんで福袋買って送ってくれましたっていうことみたいなんでね、いや、とても楽しみですね。フロンティアさんから購入したと。でもパッケージにはファーストさんの箱があるとこんな感じになってますんでね、じゃあ早速開けていきましょう。段ボールの底を見るとね、レシートが入ってるんですけど、これ福袋買って丸々送ってきてくれたってこと？おう、あ、やべ、ファーストさんのロゴが剥がれちゃった。あ、まあしゃあねえか、福袋はフロンティアさんのだしな。まんま福袋だぞこれ。で、お買い上げのシール、これそのまんま貼ってあるぞ。あ、このお買い上げのシールよく見かけるやつだ、ホビーショップとかで。ちょっとこいつ福袋開けてきますんでね。にわかに福袋の開封動画みたいになったけど、元旦の日付入ってますよ。すげえめでたいものが届きました。はい、ということでね、やっていきます。これ入ってました、バーン。 SS のペットボトル 0.25g 成分解培養、おお、2800個入り。これいいね、乾燥剤も入ってるし。ありがとうございます。この 0.25g はいいですよね、重さがあって。ビビダン入ってました。もうこれバーン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 何するものかちょっと分かんないけど、なんか入れ物、マック坂井さんのフロンティアさんのあれですからね。おー、これです。これなんか面白いぞ、何が出てくるのか全く分かんねえな。でバーン、バイク12分の1スケール3歳以上用、あ、 BMWS1000RR、 なるほど。お、同友車、対象年齢14歳以上用って書いてあるけど、2020年 BMWS1000RR の模型か、かっこいいね。黒猫さんあれですよ、一応バイク乗りなんですよ。まあ 1000cc だろうが1500だろうが、1500ってあんま聞かないかね、バイクは一応乗れるは乗れるんですけど、最近乗ってないですけど。ありがとうございます、バイクの模型入ってました。でバーン、おお、コンバットマガジン2020年7月。おお、いいねこれ、モデル感じゃないですよね、実銃ですね。これ見始めると止まりませんので、いいね、ジョン・ブローニングの仕事。僕も一つここの天才ガンスミスに近づこうかなというところです。コンバットマガジン入ってました、バーン、ガンパワー。いやー、これね、助かりますね。まあ最近はね、その HFC134A に関しては結構その厳しいですけども、ゆくゆくはなくなっていくのかもしれないガスですけどね。僕この缶ちょっと再利用しちゃうんでね、錆びてないこの缶は貴重なんで大好きなんですありがとうございます。でバーン、何これ、喫茶店トゥモローのコーヒーかな、わかりました。2023年の8月までに飲みなさいと、わかりました、飲ませていただきます、コーヒー。でバーン、フロンティアとマック坂井さんのロゴが入った、あ、ワッペンだね。ああ、いいね。ああ、こういうの見ると僕も黒猫さんワッペン作りたくなるな、すげえかっこいいね。黒猫さんワッペン作ろうか、今年の目標はあんまりかっこいいのできなさそうだけどね、このワッペンかっこいいね。へえ、マック坂井さんのワッペン届きました、バーン。なんだろうこれ、塩ビかなんかのプレート、多分フィルムも貼ってあるんで、なんかのパーツだと思うな、なんかのパーツ、塩ビだと思う。この硬さはアクリルじゃないな、塩ビの板、透明のね、入ってましたあとはバーン、 APS カップブルーズアイターゲット、おー、いいね、感圧紙ターゲットペーパー、あー、なるほどね、ね、あ、黒丸と白丸か、2種類だね、ありました、ありがとうございます、使わせていただきます。この辺からなんかでかくなってくるぞ。じゃらららららら、バーン、
うわぁ、これやばいの入ってましたね。 KSC の M9&M92 シリーズ。おお、こっちだ。バーテックヘビーウェイト。マジですか。ちょっと開けさせていただきます。モダンな M9 じゃん。M92 バーテックヘビーウェイト。そうか、これだって新しくなったタイプのあれじゃないですか。すごっ、これかっこいいね。グリップがストレートになってるところとか、まず分解したいですけどね。僕すぐ分解しちゃうんだ。すげえ、これあったかくなる前に一回分解して、であったかくなったら性能チェックみたいなことやってみようかな。今性能チェックちょっと厳しいと思うんでね。しかもねすごいね、 KSC だからこれこの辺のセレーションも痛いぐらいですよ。手にもうさーっとやったらザザッと手が切れちゃうぐらいの、まあ、嘘ですけど。なかなかエッジの立った鋭い感触ですね。いやーすごいのが届きました。じゃああとなんだろう。バーン、ペーパーデバイス、いろいろ丸いの限定品プレゼント、簡単に応募できるって書いてあるけど、これ欲しいよね、 Python のね、金 Python で丸いの2022年5月のカタログだって。これが株式会社ノーベルアームズのカタログ。お、あーいいね、スコープ、ゼロインの方法とかね、なぜゼロインが必要なのかって書いてありますよ。おーすごいね。わかりました、カタログ、ペーパーデバイスいくつか入ってました。でこれなんだろう、ズバーン、白い箱、やっぱりな、これすげえな、フロンティアのオリジナルって書いてあるぞ。1から6倍、お、等倍から6倍ってことで、対物レンズが 24mm の CQB ライフルスコープだって。すごっ、おーすごいすごい、これいいわ。僕ちょっとハンドガンに乗せようって今考えてましたけど、いろんなやつに乗っけてこれで動画撮ってみよう。うお、いいぞ、ほらレティクル見えるかな、カメラには映んねえかもしんねえけど、いやーすごいのが届きました。はい、あ、まだあった、バーン、喫茶店トゥモローのコーヒーね、もう一個あった。で最後はこれなんだろう、バーン、マルシンのM10 ブラックヘビーウェイトチェッカープラグリップ仕様エクスカートリッジ、じゃーん。ヘビーウェイトか、あーすごい、これわーいいね、エクスカートリッジのガスリボルバー、おーすげー、へへへってため息しか出てこないけど、あてここれあんまり動かさない方がいいね、一回メンテナンスするまでは。僕これちょっとまずバラしたくなっちゃうんでね。いやーすごいお品物が届きました、マルシンのね、ガスリボルバーです。これでもあれだね、フレームがスリムなんでガスタンク入れるのとかすげえ大変だろうな、マルシンのあのシステム入れるの。あれだね、だいぶ豪華な中身内容物でしたよね、あの自分に刺さる品物なんであれば。ということでね、ヒデティさんからめちゃくちゃ豪華な福袋が届きました、ありがとうございます。すごいな、しばしこのままこれを眺めながら放心してどんな動画を作っていこうか、検討しようと思います。ヒデ T さんからすごいお品物が届きました、ありがたく使わせていただいて動画の幅が広がっていくなと、非常に嬉しい限りでございます。ヒデ T さんいつもありがとうございます、コメントも嬉しいです、ね、あの今日の鉄砲にもいくつか画像を送ってもらったりね、いろいろしてくださってるんで、また今後も今年もよろしくお願いします。はい、ということでね、今日の動画これでおしまいです。最後まで見ていただいてありがとうございます。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし。ちょっと手が震える内容ですね。ありがとうございました。